アレクサンドル・デュマは、フランスの小説家、劇作家。1802年7月24日に、トマ・アレクサンドル・ダビド・ラ・パイユトリーと、母マリー・ルイーズ・エリザベート・ラブーレの子として、北フランスエーヌ県ビレルコトレに生まれる。父デュマは、仏領サンドマで、アレクサンドル・アントワーヌ・ダビド・ラ・パイユトリー公爵と、黒人奴隷女性、マリー・セゼットの間に生まれ、トマ・アレクサンドルと名付けられる。息子に、椿姫を書いたアレクサンドル・デュマ・フィスがいる。アレクサンドル・デュマは、ボードビル演劇から出発して、最初に成功した、アンリ三世とその宮廷、ネールの塔、キーンなどの歴史ドラマを書き、一躍有名になり、三銃士、20年後、ブラジロンヌ子爵の三部作をはじめ、モンテクリスト伯などの歴史小説を発表、さらに、王妃、マルゴ、モンソローの夫人など、多作家として一世を風靡した。デュマは何度も著作権訴訟を起こされている。デュマが混血であることから、共作者を黒子と称して、小説工場と揶揄する向きもあった。とりわけ、三銃士で協力した、オーギュスト・マケとの訴訟合戦は、デュマの名誉を汚すことになった。しかし、現在の研究では、確かに共作者は何人も使ったが、作品のデュマの原作権を否定することができないことを証明している。アレクサンドル・デュマの父、デュマの生家アレクサンドル・デュマは、1802年7月24日、トマ・アレクサンドル・ダビド・ラ・パイユトリーと、母マリー・ルイーズ・エリザベート・ラブーレの子として、北フランスエーヌ県ビレルコトレに生まれる。生家は宿屋で、現在はアレクサンドル・デュマ通り46番地と改名されて、残されている。我が回想の中で、デュマは、生家のことを次のように書いている。私は、パリからランへの道沿いにある、作家、トモスティエが亡くなった、ヌー通りから200歩、ラシーヌが生まれたフェルテミロンから2里、ラフォンテーヌが生まれたシャトーティエリから7里、エーヌ県の小さな町ビレールコテレットで生まれた。1804年から1806年にかけて、父が借りた、フォセ城に住んでいた。その記憶は、デュマの小説に書かれている。私が覚えている、最も古い記憶では、3歳の時、父と母と私は、エーヌ県とオワーズ県の県境のアラモンとロンプレの間にあるレ、フォセと呼ばれる小さな城に住んでいた。この小さな城は、おそらく水で満たされた巨大な堀に囲まれていたため、フォスと呼ばれていたのだ。デュマ将軍は、息子の誕生から4年後の1806年2月26日に亡くなる。アレクサンドル・デュマの祖父は1760年に、仏領サンドマに移住した貧乏公爵。祖母は黒人奴隷だったため、母親マリー・ルイーズ・ラブーレはアレクサンドルを連れて、ビレルコトレにある両親の家に戻り、母方の祖父母がアレクサンドルと妹を育てる。デュマ将軍はナポレオン・ボナパルトと共にエジプト遠征に従軍していた際、エジプト遠征をナポレオンの個人的野心に基づくものと批判したため、ナポレオンとの関係が悪化し、フランスに帰国することとなった。彼らは実際ひどく不幸であった。将軍は全然財産を残さなかった。皇帝は引き続き反逆者の妻に謁見することを拒否していたので、皇帝には何も期待できなかった。ブリュヌ、オージュロー、ランヌなどの戦友が、デュマの功績を皇帝に思い起こさせようとしたが、ナポレオンは冷ややかに、あの男のことは今後一切口にするなと答えた。そのため、デュマ将軍が亡くなった後、残された家父と子には全く収入がなかった。母親は9歳になると彼を、正規の学校ではなく、ビレルコトレのルイ・クリソストーム、グレゴワール神父の塾に入れた。彼は、あまり大したことは教わらなかった。習ったのは、ラテン語を少しと文法を少し、だがその習字だけは、筆の終わりの飾りやハート型やバラ型の飾りを混ぜて、ますます進歩した。それは見事だが鼻持ちならなかった。算数におけると同様お祈りの方も、主、祈り文、天使祝詞、使徒信教の3つ以上は覚えなかった。生まれつきの好みのせいで、彼は、いつまで経っても一向に教育が身につかず、野蛮で日の暮れとともに、森の中に巻き起こる自然の音に耳を傾ける森の子供であった。演劇に目を開く、先達の役割を果たしたのは、同い年のアドルフ・ドルーバンであった。1820から21年頃、二人で数編のボードビル台本を書いた。もちろん、台本は上演には至らなかった。当代のシェイクスピア劇の俳優、タルマに引き合わせたのも彼である。タルマ、あなたにお礼を言いに来たんですと、ルーバンが言った。やあ、君のお若い詩人は満足してますか、と、タルマ。明日も来てください。僕は、レギュルスを演ずるよ。ああとデュマはため息をついた。明日、僕は、パリを立たねばならないんです。僕は、田舎の交渉人の書記なんです。へえ、と、タルマ。コルネイユも弁護士の書記でしたよ。諸君、未来のコルネイユをご紹介申し上げます。デュマは青ざめた。僕の額に触ってくださいと、彼は、タルマに頼んだ。そうすると幸運が来るんです。いいともと、タルマ。世は、シェクスピアとコルネイユとシラーの名において、汝を詩人として洗礼する。それから、付け加えて、いいかね。この青年は情熱に燃えている。それだけでも、きっと何かになるよ。翌1823年、父の友人であったフォア将軍のおかげで後に、フランス王、ルイ・フィリップ一世となる、オルレアン公の秘書下に職を得ることができ、給料を得たため、イタリア人広場のアパートに、田舎から母を呼び寄せることができた。彼は、早速2階の隣人で縫製業を営む、カトリーヌ・ラベを誘惑して、翌年私生児を産ませた。それが、小デュマである。野生児で発展家のデュマは次々と女性に手を出し、私生児は彼だけではない。1831年には、ベルクレー・サメールとの間に、女児マリー・アレクサンドリーヌを設けた。また1840年には、女優イダ・フェリエと結婚して、フィレンツェに住んだ。22歳で父親になったデュマは、家族のために働くことを余儀なくされたが、劇作家の夢を実現するためせっせと観劇を続けて、見た舞台のメモを取り続けた。この頃の舞台は、シェイクスピアをはじめとするイギリス演劇の上演が相次ぎ、厳格な三一致の法則に縛られた伝統的な古典演劇一辺倒のフランス演劇界に激変が起こる準備が次第に整った。ロマン派の若い劇作家たちに好都合だったのは、当時のコメディフランセーズの王室代表委員になったイジドール・テイラー男爵がいたことであった。彼は、ビクトル・ユゴーとアルフレッド・ドビニエの友人だった。1828年、シャルル・ノディエに頼んでデュマは5幕の韻文劇、クリスチーヌを仕上げて、テイラー男爵に面会することになった。デュマは指定された時刻に、王室代表委員の家に行った。年老いた女中が扉を開けてくれた。さあ始めたまえ。君、僕は聞いてるからと、入浴中のテイラーが言った。それでは一幕だけ読みますから、気に入らなければ、そこで止めさせてください。それは、ありがたいと、テイラーはつぶやいた。君は、他の連中より僕に同情的なんだね。いい傾向だ。さあ、聞いてるよ。デュマは、第一幕を読み終えると、目を上げる勇気もなく聞いた。続けた方がいいでしょうか。もちろんと、テイラーは震えながら言った。僕はベッドに入ろう。まったく、非常に良い出来だよ。第二幕が終わると、王室代表委員の方から第三幕を読んでくれと、頼んだ。そして第四幕も、第五幕もだった。終わると彼はベッドから飛び降りて叫んだ。さあ、これからすぐに、僕と一緒に、フランス座に来たまえ。どうしてなのですか。君が脚本を読む順番を取るためだ。しかし、クリスチーヌの上演は延期され、デュマは代わりに、新しい題材を、フランスの歴史に求めた。それが、デュマが、フランス劇団に華々しいデビューを果たした5幕3分ドラマ、アンリ三世とその宮廷である。アントニーの幕切れの風刺絵。1829年2月10日、フランス座において、翌年のユゴーの、エルナニに先立つこと1年、本格的なロマン主義演劇の幕開けとなったのである。エルナニは韻文であったが、デュマのアンリ三世とその宮廷は散文であり、一躍ロマン派演劇の旗頭として、その後、立て続けに戯曲を上演することになる。自らの不倫体験を題材にしたアントニーは、もはや歴史劇ではなく、現代劇であり、主人公のアントニーは、当時、社会現象にすらなったほどである。ネールの塔は、フレデリック・ガイアルデという青年が持ち込んだ原作を、ジュール・ジャナンが手を入れたが、途中で放棄した作品をデュマが、最終的に書き直した。この作品は14世紀初頭のフランス王妃と、ビュリダンとの権力と知力の戦い、存続殺人、英治殺し、近親相姦という、恐るべき人倫の蹂躙を舞台に乗せ、デュマとガイアルデの代表作になった歴史秘話であった。その後も演劇への貢献はやむことなく、キーン、ベルイル城、カリギュラなど、フランス座をはじめポルト・サンマルタン劇場、オデオン座、シャルパンティエ座、ルネサンス座などパリのあらゆる劇場で上演された。デュマが生涯で書いた戯曲は総数117とされ、すべてが上演された。上演のための台本収入以外に、台本の出版権も高額に上ったため当然、収入もうなぎ登りになった。デュマの歴史的知識について否定的、懐疑的な意見が多いが、ウォルター・スコットに追いつけ追い越せとばかり、ゴール・イ・フランス、ガリアとフランスで、トゥールのグレゴリウスのフランク史をもとに真面目に、歴史研究に取り組んだ。シャルル6世の治世から現代に至る一連の、小説を作ること。この観点から見れば、ガリアとフランスは作品の前提をなす。ガリアはどのようにしてフランスになったのか？デュマは1832年の終わりにほとんど作品を書かず、オーギュスタン・ティエリーによるフランスの歴史に関する手紙を読み、シャトーブリアンの歴史研究を読んだ。彼はメモを取り、歴史を人々に教えるような、自由と友愛に向かう、この歴史の不可避の感覚を示すような、この壮大な小説シリーズを夢見ている。さて、フランスでは、エミール・ド・ジラルダンの、ラプレッセ、プレスとアルノー・デュタクの、レシエクル、正紀が1836年に発行されて、新聞という新しいメディア時代の到来が告げられていた。新聞は、定期購読者を、資金源とし、購読者をつなぎ止める有力な武器として、今でいうテレビの連続ドラマの原型として、連載小説という手法を生み出した。バルザックをはじめ、ウージェーヌ・シュー、フレデリック・スーリエなどと並んで、アレクサンドル・デュマも、作家として、新聞小説でも花形になった。1836年に小説と新聞の結合を象徴した連続小説は、どのように生まれたか？バルザック、サンド、ビニー、デュマ、シュー、およびカーの小説や短編は、パリ評論と、両世界評論という主要な隔月間の文学雑誌に、すでに登場していた。1836年の新しさは、主に政治を扱う日刊誌に連載小説を持ち込んだことであった。それまで、主に演劇、音楽、芸術批評の専用だった新聞の、最下欄に侵入したからだ。1830年7月王政の出現で、検閲と出版物の印紙税が廃止されたため、新聞が作られた。パリの日刊紙は、当時、80フランという高額の予約購読料で、独占的に販売されていた。1836年、エミール・ド・ジラルダンが、ラプレスを、アルマン・デュタックが、正規を立ち上げた。正規は、予約購読料を40フランに設定し、連載小説で読者を魅了した。彼らは、大衆紙を発明したのだ。1836年から1845年の間、主要な日刊紙はそれを真似て、発行部数を2倍にする。新聞が発行号ごとにバラ売りされるのはその後である。1846年。正規は 32,885 人の加入者、ラプレスは 22,170 人、ル・コンスティチューショナルは 24,771 人に達した。これらの要約は、家族、世帯、読書クラブ、及び貸本業者によって行われているため、ミシュレによると、新聞全体で150万人の読者が読んでいたという。さらに、連載小説は地方及び外国の新聞に再掲載される。これらの連載は、その後、本として印刷される。連載小説の読者は誰か？特に中流階級と一般大衆である。読み書きのできない人には、その号が読み上げられるのだ。デュマは、劇作家の後、最初に、歴史研究、ニュース、旅行の印象を書く。1831年から1836年まで、彼は、両世界評論に、フランスの歴史、歴史的情景を、ラプレスで、歴史的風景と、イタリア旅行の印象を出版する。登場人物を、ブイヤベースの鍋に入れて料理するデュマの戯画。デュマは1838年の初めに一時的にジラルダンと揉めて2ヶ月後に連載小説を求めた世紀に移った。アメリカ人作家ジェームズ・クーパーのザ・パイロット、エーテール・オブ・ザ・シー、水先案内人を下敷きにした最初の本格的連載小説レコピーテンポール、ポール船長であった。5月30日から6月23日までの19回連続で発行され、新聞に3週間で5000人の購読者の増加をもたらした。これはアメリカ独立戦争で反乱軍の側に参加したスコットランド人のポール・ジョーンズ少将の生涯からの想像上のエピソードである。さて、この年からオーギュスト・マケとの実り多いコラボレーションの時代が始まる。二人は1838年に会い、様々な作品を生み落としていく。1843年に、デュマがサンジェルマン・アンレイに移った時、配達夫を使ってマケと頻繁に連絡を取り、次々にアイディアを求めた。1844年コメディ・フランセーズが受け入れた、戯曲、摂政の娘が検閲によって差し止められた時、デュマはマケと共に、クール・ティル・ドゥ・サンドラスのダルタニャン氏の覚書から有名な三重詩を生むアイデアを引き出す。連載は正規に1844年3月14日から始まる。ユーゴーは心をつかむドラマ、熱い情熱、真の対話、輝く文体と称賛する。彼の成功はウージェーヌ州の成功に匹敵する。突然、すべての新聞がアレクサンドルを求め、彼は、すべての契約を受け入れる。ジュルナルデ・デバのために、モンテ・クリスト伯を書き始め、1844年、アレクサンドルは、パリ評論のために、世界的な小説である、フェルナンドを書いた。ラレーヌ・マーゴット、王妃、マルゴは、ラプレスに連載された、バルザックのパソン、農民が購読の更新時に読者を飽きさせたため、1844年12月25日から代わりに連載された。1845年、正規に三重詩の続編、20年後が登場。ラ・デモクラシー・パシフィック、ラ・デモクラシー・パシフィック新聞に赤い館の騎士が連続される。これらの連載小説のほぼすべてが成功を収めた。それらを印刷する日刊誌には新しい購読者が増える。デュマは1日12から14時間働いていた。フランス文学史には、1845年から1855年までのデュマに匹敵できるような多作な作家は未だかつていなかった。8巻、10巻に及ぶ小説が、ひっきりなしに新聞社や出版社に押し寄せる。フランスのすべての歴史がそこを通っていく。三重詩の続編には、20年後と昔を懐かしむ、ブラジュロンヌ子爵が続くことになる。もう一つの三部作は、バロワ王朝の人々を舞台に登場させる。女王、マルゴは、カトリーヌ・ド・メディシスとアンリ・ド・ナバールの闘争の物語である。モンソローの奥方は、アンリ三世の時代を極めて面白く語っている。45人隊は、ディアーヌ・ド・モンソローが男女に対して、彼女の恋人、ビュッシー・ダンボワーズの死の限り身を晴らす話である。これと同時に、デュマはもう一つの連作で、フランス君主政体の衰退と没落を描いていた。ここで、我々は、デュマの歴史的帝国主義について語ってもいいと思う。デュマは、初期のうちから、彼の小説の領域に、フランスの歴史全体を併合する計画を抱いていた。私の最初の望みはと彼自身が言っている。限りないものだ。私の最初の熱望はいつも不可能なことに向けられている。どうしてこれを達成させたらいいのか？誰もしないように仕事をして、生活からあらゆる無駄を省き、睡眠を退けて。こうして読者を驚かすような500、600冊の作品が生まれたのだ。モンテクリスト城1846年5月31日、デュマは、医師の回顧録の最初の部分である、ジョゼフ・バルサモを、ラプレスで出版し始めたが、1846年9月6日に、その連載を放棄した。加入者は激怒し、ジラルダンとベロンは彼を訴えた。1847年2月19日、デュマは、損害賠償で6,000フランの判決を受け、8巻をジラルダンに、6巻をベロンに提供した。また、デュマは歴史劇場の特権を獲得し、ジョー・マルゴを初演として採用した。大衆は彼のヒーローを生身の人間の演技で見るのを待ち焦がれ、大挙して押し寄せた。歴史劇場は均衡の可能性があった。しかし、デュマは1847年7月25日に、完成披露する、モンテクリストという城を、ポール・マルリーに建てた。自ら招いた経済的必要により、彼は大車輪で書くことを余儀なくされた。1848年、アレクサンドルは、ラプレスで、ジョゼフ・バルサモの続きを書き、王妃の首飾りの出版を開始した。デュマは、王室の評判を落とすために、首飾りの事件を扇動したのはバルサモだと、想像している。この連載は大成功を収める。1848年の革命はデュマの生活を台無しにする。革命は彼から収入を奪い、彼はパリを後にした。彼は立法選挙に出馬するが落選する。その後、ルイ・ナポレオン・ボナパルトの対抗馬、ルイ・ユジェーヌ・カバニャックを支援した。1850年はデュマにとって不吉な年になった。歴史劇場は、閉鎖を余儀なくされ、1850年12月20日に破産を宣言され控訴する。一方、政府は連載小説に含まれる進歩的なメッセージを恐れて、飲酒条例の法律を復活させた。新聞は連載小説の出版を週3日に減らすことを余儀なくされる。1851年、デュマにとってこの年は悲しい終わりを迎える。ルイ・ナポレオンの12月2日のクーデターを認めないからだ。また、12月11日、前年度の破産判決が確認され、判決を通告されたデュマは、身柄拘束を避けるためパスポートを10日に詐称させて、ブリュッセルに居を構えた。デュマは時々秘密裏に、パリに戻る。ブリュッセルに到着するとすぐに、デュマはちゃっかりベルギーの出版社で、彼の回顧録を発行する。一方、1852年6月12日に開かれたデュマの債務の主張手続きは、1853年4月18日に債務訴訟により結審し、強制和議への道が開かれた。デュマはパリに戻ることができた。デュマは自分の文学日刊誌、ジューシを設立し、1853年11月21日から印刷を始めた。そこに、回想の継続を不定期に出版した。その後、週刊新聞、モンテクリストを設立した。しかし、どちらの新聞も思ったように販売部数を伸ばせず、掲載した小説も以前のような精彩を欠くようになる。失意のデュマは、旅に出て、インスピレーションを得ようと計画した。1858年の夏、彼はロシア、そして、コーカサスへの長い旅行記を引き受けた。ロシア帝国での絵のような冒険と、バクーから黒海へのコーカサスの渡航中の物語を書いた。帰ると出版社のミシェル・レビのために署名した契約のおかげで大金を受け取ると、たちまち彼はギリシャから聖地、エルサレムまでの地中海旅行のために、スクーナー船を購入した。1860年5月9日に、マルセイユを出発した。彼は、シチリア島に渡り、契約金の残りを、友人のガリバルディの軍隊の武器を購入するために、気前よく差し出した。また、その独立戦争のために、ガリバルディよりも、ガリバルディアン派の新聞、エル・インデペンデンテを発刊する。その使命は、イタリアから、ブルボンの雑草を根絶することである。しかし、当のガリバルディは、シチリア王国を、イタリア王国と統合する、国民投票後引退してしまう。残されたデュマは戦いを続け、反ブルボンの小説、ラ・サンフェリーチェを書いた。最後の最後までデュマは、デュマであった。グルメな彼は、小説が書けなくなると死後出版となる、料理大辞典を書いていた。スペインでの長い滞在の後、彼は、息子の別荘であるディエップの近くのピュイに移る。1870年9月、脳卒中により半麻痺状態になった後、1870年12月5日に亡くなった。ショーデュマより、ジョルジュサンドへ、ピュイにて、1870年12月6日父は、昨日、12月5日の月曜、夜10時に苦しみもなく、亡くなりました。この死を第一番に知らせるべきなのは、あなただと常々思っておりましたが、それも今は叶わぬようです。父は、他の誰よりもあなたを愛し、あなたを賛美しておりました。後になって戦争が終わってから、彼女は同情の気持ちを伝えることができた。すでにいくつかの旅行書を挙げたが、デュマは、パリでじっとして、作品を書いていただけではなかった。出版社から出資してもらったり、パリにいられない事情ができると、様々な国を旅行した。それが、旅行記というジャンルを生み出した。これらの旅行記は、今時の旅行ガイドブックの役割だけでなく、デュマという作家の小説のための実験室ともなっている。旅行の年代順で並べ、括弧内に出版年と巻数を挙げる。1833年、スイスの旅の印象1834年、新。旅の印象南フランス1835年、フィレンツェの1年1835年、ルスペロナーレ1835年、アレナ船長1835年、ルコリコロ1840から43年、パルミエリのビラ1840から43年、ライン川岸の小旅行1846年、パリからカディスへ。1846から47年。ル・ベローチェ、または、タンジール、アルジェ、チュニス1858年、パリからアストラハン、コーカサスまで1858から59年、コーカサス、1859、1860から64年、ガリバルディ・シチリアとナポリの革命、1861、1864から65年、オーストリアとハンガリー、白と青、1867、パリのパンテオンに埋葬された、デュマ2002年、アレクサンドル・デュマ生誕200周年を記念して、デュマの遺骸は、パンテオンに移送され、長年敬愛した友好と同じく偉大な、フランス人として祀られた。シラク大統領は、インタビューに答えて、デュマを称えている。彼が出発した地点から到達した地点を見れば、それが、いかに素晴らしいことかわかります。まだ奴隷制が廃止されていなかった時代に、奴隷の孫だった彼が成し遂げたことの大きさを我々が推し量ることを忘れてはなりません。デュマのパンテオンへの入場が、ある種の先入観を最終的に覆すことを心から願っています。我々は、この天才的作者を人気があるという理由だけで、二流だと決めつけたのです。それが侮辱か欠陥でもあるかのように、文化が、万人のものであること、それを示すことが、パンテオン移転の目的の一つです。30しか、モンテクリスト伯の物語を読み直してください。これは偉大な作品です。ブラジロンヌ子爵の権力研究は、真実で、衝撃的な力に満ちています。デュマがパンテオンに入ることで、コレージュやリセの教材になることを心から願っています。ありがとうございます。